られてる。捕らえられてる。ちょっと口開けそう。トラみたいな口でこうグワッと。はいはいはい。はい、まずびっくりしたのが一番最初で、まあ、そこからだんだん、まあ、嬉しい気持ちが出てきました。まずはおめでとうっていう言葉をみんなからもらって、まあ、頑張れよっていうふうに言葉をもらいました。いや、まあ、でも予想は、まあ、なかったんですけど、まあ、でも3位で、まあ、上位で指名してもらって、まあ、でも上位でされると思ってなかったので、まあ、まずびっくりしました。まあ、阪神タイガースさんはファンの方がものすごく熱いイメージがあるので、まあ一つのプレーに対してもまあ試合の中で盛り上がるイメージがありますね。本当に阪神タイガースに対してものすごく熱いというか、まあ球場の雰囲気もものすごい盛り上がるイメージありますね。甲子園目標にやってきたので、まあ憧れる部分はあります。まあプロ野球選手になることを目標にやってきたので、まあでもここで終わりじゃないので、ここから、まあ、スタートラインに立ったと思って、まあ、レベル的にもまだまだ足りないので、まあ、ここからどんどんレベル上げて、まあ、プロの世界に通用するような選手になりたいと思ってます。はバッティングなんですけど、まあ、広角に、まあ、長打を打てるっていうのが特徴で、まあ、足にも守備にも自信があるので、まあ、三拍子揃った、まあ、プレースタイルが特徴です。は中島博之選手と浅村選手なんですけど、まあ、ちっちゃい頃から見てきた選手なので憧れはあります。わオリックスの山本選手とか、まあ、そういう一流の一番上でプレーしている選手と戦ってみたいなと思います。まあ、タイトルで言ったらトリプルスリーを目指したいなというふうに思ってます。来年から阪神タイガースでお世話になるので、ひなすって下の名前で呼んでください。お願いします。せーの、よし。